第1レーン共愛学園群馬、第2レーン佐倉青州栃木、第3レーン由比島学園群馬、第4レーン牛久栄新茨城、第5レーン宇都宮中央女子栃木、第6レーン前橋女子群馬、第7レーン高崎女子群馬、そして第8レーン国際学院埼玉。以上のチームで予選第1組出発です。埼玉、茨城が1個ずつ、この第1組さあ、この 1600m リレー第1走者は全て自分のレーンを走る形になります。さあ、そして第2走者のバックストレート直線から各走が1レーンへと向かって走る形になります。アウトレーン国際学園は埼玉第8レーン。さあ、この辺だとまだ順位が分かりませんが、バトンが渡った順で大体の順位が分かります。さあ、最初に渡すのはどこだ。さあ、先頭でバトンが渡ったのは国際学院は埼玉。そして2番手以降は混戦。さあ、そのブレーキラインからオープン。さあ、共愛夕日はさあ、共愛学園は 400m リレーで優勝しています。先頭は新島学園群馬、さあ、その後ろは共愛学園同じく群馬、さあ、しかしその外側からも上がってくる。さあ、新島学園第3走者は清水さん、共愛学園は斉藤さん。さあ、2、3、4、5、6と混戦、まだ分からない。共愛が先頭、そして共愛が先頭になりました。さあ、オレンジユニフォーム牛久栄新茨城、さあ、新島が粘る。さあ、2着までの入線、第3走者です。さあ、アンカー対決。新島学園、そして共愛学園、牛久栄新と続きます。さあ、2着までは明日の決勝、3着以下の記録になります。さあ、そして4番手から上がってくる、これは国際学院。国際学院は小林さん、そして新島学園、共愛学園。桜井さんと木村さん、さあどうだ、さあわからない3分55秒台。速報は第1レーンは共栄学園群馬、3分55秒69の速報です。